航空自衛隊は日本の行政機関の一つ。自衛隊のうちの航空部門にあたる防衛省の特別の機関の総称である。日本語略称は空自諸外国からはジャパニーズエアーフォースに相当する語で表現されることがある。航空自衛隊の国籍マーク、航空爆僚幹部並びに統合爆料長及び航空爆僚長の監督を受ける部隊及び機関からなる。 各部隊及び各機関は防衛省の特別の機関である。主として空において行動し、主権国語る日本の平和と独立を守り、直接侵略及び間接侵略の脅威から日本を防衛することを任務とする。その最上級者は最上級機関である航空爆料幹部を統括する航空爆料長世界有数の装備を保有し、協力関係にある 諸外国軍とも海外演習等で交流があることから諸外国からは日本の空軍とみなされている。2020年3月31日現在の主要装備は戦闘機が海マイナス 35A17 機、海マイナス 15J201 機、海マイナス291機、海マイナス426機、合計335機、7基地で12飛行隊を有している。 偵察機が r 9 4 3機。早期警戒機が E-24 機、E-7674 機、合計18機。空中給油機が KC-7674 機、KC-130H2 機、合計6機。輸送機が C-111 機、C-21 機、C-13014 機、合計36機。 ヘリコプターが CH-47J15 機、UH-60J40 機、合計55機余りを保有している。その他、電子戦機が EC-11 機、YS-11EB4 機、YS-11EA2 機、合計7機余り。領空の警戒監視や防空、航空脅威の排除に重点が置かれた装備体系であるため、 航空機や弾道ミサイル等に対する迎撃能力は高いレベルにある。しかしゲリラコマンドによる攻撃や弾道ミサイルに対する基地の高換性の低さも問題視されている。基地の数は約73、6基地に120機のパトリオットを配備している。予算は1兆2409億円で人件糧職費が3791億円。 一般物件費が1,558億円。歳出家計費が5,086億円。新規5年度負担額5,247億円である。人員は定員46,923人である。キャッチフレーズは、キーツーディフェンス、レディエニータイム。在日米軍の再編に伴い、航空総隊司令部及び、作戦情報隊。 防空式軍は2012年3月21日付をもって東京都府中市の府中基地から横田飛行場に移転を完了した。2017年8月には航空自衛隊内部にスペースデブリや衛星攻撃兵器の監視など宇宙空間における任務を担当する宇宙部隊を創設すると発表した。令和2年1月に複数メディアで政府が航空自衛隊を 航空宇宙自衛隊に解消を検討していると報じられた。令和5年度までの解消を目指し、現在自衛隊法などの法改正の調整を実施している。黎明期の航空自衛隊ジェット機詳細は、航空自衛隊の歴史を参照航空自衛隊は、第二次世界大戦後、日本の軍備が再建される中で、陸上自衛隊、海上自衛隊のように、前進組織を持たず、 アメリカ軍の協力によって新設されている。空自の設立は、旧陸軍航空部隊関係者の新空軍、研究から始まった。独立国となる以上軍備が必要であり、軍備の中には独立空軍を入れなければならないというものであった。戦中と異なりすでに航空戦力は Z 機の時代であり、それにはアメリカ空軍の多大な協力が必要であったが、 三好が連絡を取り協力を得ている。なお、当初、旧海軍航空部隊関係者は新海軍再建に、系統していたが、後に、旧陸軍航空部隊関係者と合流し1952年7月末から、合同研究が始まっている。防衛庁発足に伴い、旧内務省出身で、保安庁官房長だった、上村健太郎が、防衛庁次長を断って、 初代航空爆料庁に着任した。主要ポストには、旧陸海軍の長老の売り込みや、町内推薦など工作し、海軍は戦前の艦隊派と条約派の対立を引きずっていたが、主要ポストは陸海同数に決まった。発展過程で影響力を及ぼしたものとして、空自の育ての親と言われる、現代元海軍大佐の存在があり、自ら航空機に乗って指導し、また、 ブルーインパルスの創設も行っている。その他、ムタヒロ四国元陸軍中佐、大室武志元陸軍少佐、石川貫之元陸軍少佐、武田五郎元陸軍隊員山田良一元海軍隊員など陸海軍から多くの実力者が発展に貢献した。なお、航空幕僚長就任者を旧軍の出身別に分けると、陸軍11名、海軍5名と、 陸軍出身者が過半数を占め、かつ、空自出身者初の統合幕僚会議議長は、無田博志国元陸軍中佐であり、また、第16代統合幕僚会議議長、森重弘は、自衛隊最後の旧軍出身者であった。空自は、招待、班といったショップの独立性が強く、現場指揮官のカリスマ性で末端の隊員を、牽引する部分が大きい。 また、組織内の全体的な統一よりも、各基地、各小隊ごとが、独自の基準を持って勤務することが多い。文化的には、階級章や霊式、号令、都市体操などは陸自を半としているために通った点も、数多くある。戦闘機、防空システム、地対空誘導弾パトリオットなど、世界的に見ても最先端兵器を装備することから、陸海空各自衛隊の中で、 最も政治的制限を加えられてきた経緯がある。そのため戦闘機からは精密爆撃のための装備、空中給油装置をあえて取り外していた時期もあった。しかし、米空軍との連携能力の整備に関しては、発足以来着々と進められており、日米間での共同作戦を可能とする暗号装置、秘話装置、戦術データリンク、敵味方識別装置などの配備、 隊員間の語学教育は年々充実の度合いを深めている。また、より緊密に戦術的連携を深めるため、近年では毎年1回グアム島においての日米共同演習、コープノースが実施されている。日本の防空識別権平時においては、日本領空へ領空侵犯する、もしくは可能性のある、軽空脅威の排除が使命である。このため領空の外側に、 防空識別圏を設定し、日本各所に28カ所のレーダーサイトを設置して、状況に応じて、早期警戒機、早期警戒管制機による警戒態勢を敷いている。防空識別圏に侵入する国籍不明機に対しては、まず緊急周波数である 121.5MHz よび 243MHz で航空無線機により無線警告を発し、 さらに戦闘機によるスクランブル発進を実施する。スクランブル発進については2006年4月7日のロシア軍機に対する百力地の F-15J 発進によって創設以来2万回を記録した。スクランブル発進で確認した目標は統合爆料幹部が毎日公表している。有事においては陸上自衛隊や海上自衛隊への支援として対艦攻撃、 対地攻撃、航空輸送を実施する。選手防衛の理念から、溶撃戦闘に特化した傾向にある。海 -15J や早期警戒艦制機パトリオットミサイルなどを備えている。また、航空機の稼働率や搭乗員の連度も高いとされる。日米安全保障条約に基づき、アメリカ空軍と強固な協力関係にあり、米空軍と共同使用の横田基地には、 航空自衛隊航空総隊司令部が在日米軍司令部や第五空軍司令部、日米共同統合作戦調整センターなどとともに設置され、三沢基地も共同で使用しているほか、毎年日米合同演習を行っている。スクランブル発信回数の推移。2010年度以降、中国機に対する緊急発信が急増している。ロシアは軍用機による我が国周回飛行を たびたび実施しており、2008年には中国の31機とロシアの193機に対するスクランブルがあった。2018年、これは中国の航空機638機とロシアの航空機343機に増加した。海 -15J 海 -2AT-2 で展示飛行を行うブルーインパルスここでは主要な航空機など一部の装備の密記載する。 航空自衛隊の装備についての詳細は、航空自衛隊の装備品一覧を参照各機種の保有数については、各国軍の航空配備一覧航空自衛隊を参照基地警備三自衛隊では、それぞれ独自に飛行場、航空部隊、操縦士の要請過程を有しているが、戦闘機、空中給油機、早期警戒機、飛行点検機は航空自衛隊のみが配備する。 逆に攻撃用の装備を施したヘリコプター、関西機は保有していない。海上自衛隊は、哨戒機、関西ヘリコプター、救難飛行艇など海上での行動を主目的とした航空機を運用するほか、独自に電子戦機、輸送機も保有している。陸上自衛隊は、対戦車ヘリコプター、観測ヘリコプター、連絡偵察機など陸上での行動を主目的とした。 航空機を運用するほか、独自に輸送ヘリコプターも保有している。海上自衛隊が除籍し、標的艦に改造した護衛艦を対艦誘導弾の標的として購入することもあり、書類上は艦船を所有していることもある。これらを含めて約30種類の職種がある。巡走士の職種はアメリカ空軍の制度に習い幹部よりもさらに細分化されているが、 特に平成8年度以降防衛費削減の影響で、職種の統廃合が急速に進められ、各隊員の業務量は課題となりつつある。実務経験と試験などにより30、50、70の特技が付与される。特技付与のうち50について、旧制航空自衛隊生と及び一般空走候補学生は、各熟科学校の中級課程修了時に付与される場合と、舞台実習と、 空想候補者課程を終了し3層承認時に付与される場合の二通りがあり職種、ショップによりこれらは異なっていた。一般隊員は実務訓練を通常10ヶ月した後に特技試験が課される。特技拡大を受けた場合以前の職種は順次技術レベルを格下げされていく。航空交通管制の世界共通語として英語が使用されていることや、 アメリカ製の機材を多用していることもあり、隊員に対しては英語教育が重視されており、35歳以下の全隊員に対して毎年体内の英語能力試験が実施されている。特に式爆量課程では同検定総合3級以上が受験資格の一つに数えられている。航空自衛隊は怪獣や地球外生物が敵の場合を除き、 フィクション内での墜落を認めないため、協力した作品に航空自衛隊所属の航空機が墜落するシーンはほとんどない。しかし、蘇る空、レスキューウィングスマイナスや、ベストガイでは航空自衛隊の F-15 戦闘機が事故により墜落、ウルトローマンではウルトラマンである赤い発光体に衝突したいマイナス15戦闘機が墜落、ゴジラ VS キングギドラでは 赤いマイナス15戦闘機がキングギドラとの空中戦で撃墜されるシーンがあり、作品の内容など場合によっては認められたケースもあり、絶対というわけではない。冒国のイージスでは映画化されるにあたり空戦シーンそのものが削除された。一部のアニメや TV ゲームでは、Z 機のエンジン音の録音、アクロバットや戦闘時の行動パターンのアンケートといった形で協力している。 航空自衛隊が協力しない実写作品は戦闘機が特撮や CG で描かれることが多いので容易に判別できる。また、日本や近隣諸国の模型メーカーによる何らかの記念塗装が施された自衛隊機や在日米軍機の模型化の際に資料の提供や実機取材の便利を図った事例も存在する。また、 航空自衛隊も1956年7月以降、月刊し、飛行と安全を発行している。総監号から11号までは、航空幕僚幹部防衛部防衛課が、12号からは航空幕僚幹部観察官が、1982年からは航空安全管理隊が編集を担当している。エンディングクレジットの協力部分に、 航空爆料艦部広報室と記されていたが、展開に従って部隊が国外に移ったためか途中から表示されなくなった。エンディングクレジットの協力部分に航空自衛隊と記されていたが、エアロダンシング界とドロキ翼の初飛行から表示されなくなった。詳細は航空自衛隊の装備品一覧を参照。ありがとうございます。